はい、それでは始めていきたいと思います。某お野菜さんが聖杯を見つけたとのことなので勝手に検証してしまおうという動画です。本動画ではですね、某人参さんが使用している手法をシステムトレードにしてみたので、その結果を、報告したいと思います。結論としましては、そのままではちょっと使用するのは危険だなということになります。ですが環境認識を、システムに加えることで、収益が改善することを確認しました。それでは、条件等に移りたいと思います。某人参師の、手法の紹介になります。参考にしている動画を切り出してみました。1時間足のですね、 MA25 緑色、 MA50 赤色を用意しまして、ロウソク足の実体が MA25 を例えば下回った時に、エントリーします。この際制約条件としまして、 MA25 は MA50 の下にあるというのが制約になります。エントリー条件になります。システムトレードなので、その条件を数式で表す必要があります。5つの条件がありましたので、それらをすべて数式にしています。1つ目の条件は、1つ前のロウソク足の終値がその時の25区間移動平均線の値を下回るとなっています。これは、終わり値、クローズの1時間足、アワー1の T、タイムが、マイナス1のロウソク足の値が、シンプルムービングアベレージ、ピリオド25、タイムイコール、マイナス1を下回っています。次に、これは、MA25 を抜けた時なので、条件2では2つ前のロウソク足の終値がその時の25区間移動平均線の値を上回る必要があります。そして3つ目の制約条件というのは私が加えています。下に抜けることを示すために、その直前でのですね、終値というのは、移動平均線を上回っている必要がありますよねということで3つ目の条件を加えました。そしてですね、4つ目5つ目に関しては、1つ前2つ前の25区間移動平均線が同じ時刻の50区間移動平均線を下回っている必要があるという制約条件になります。次に利確条件になります。参考にした動画では直近の高値を、利確、まあ、その時は損切りですね、損切りのラインとしていますとやっていたのですが、その直近の定義に関しては、日足の高値と定義しています。日足にしている理由はこれが一番パフォーマンスが良かったからです。おそらくエントリーのタイミングを、もう少しずらしたり、あるいは見送るなどをすれば、良くなるとは思いますが、このままの条件だと、日足が一番パフォーマンスが高かったです。そしてテスト条件に移ります。通貨ペアはユーロドルだけになります。そして取引量は1万通貨のみ、スプレッドは 1.2ピップスになります。1.2 という数字は大きいかもしれませんが、ですね、システムトレードを行っている、口座は、まあ、海外口座の場合だと大体これぐらいかなという感じです。そして取引期間に関しては2012年から2019年、各年の2月1日から12月1日までとなります。1月と12月が欠けている理由なんですけれども、この2つの時期は相場が荒れやすいので、システムトレードにはあまり向いていないという理由から外してあります。
そして期間終了時に強制決済させるようにしています。これはですね、含み損や含み益という要素を排除したいためになります。それではテスト結果になります。各年の期間と確定損益、トレード回数、勝利回数、プロフィットファクターになります。3年連続で大負けしている年がありますので、正直これは使い物にならないなという結論になりました。続きましてテスト条件2ですね。条件の6番と7番を加えています。条件6番は2つ前のロウソク足の安値がその時の25区間移動平均線の値を上回っている。7番は3つ前のロウソク足ですね。この条件を加えている理由なんですけれども、ヒゲですね、ロウソク足のヒゲが、移動平均線を下回らない、エネルギーが溜まっているということを、示すようにしています。この条件がないと、ロウソク足の下ヒゲだけが、25区間移動平均線を下回っている、おおよそレンジに近いような、あるいは反発する可能性がある状態でもエントリーをしてしまうからですね。そのような状態だと、せっかく順張りと思って入ったんだけど反転してしまったといったことが生じてしまうので、6番7番で、逆転する可能性はありませんよというのを確認するためにこの制約を加えています。テスト結果になります。複数の年で負けているには負けているんですけれども、トータルではプラスになりました。マシになったな程度になります。テスト条件3になります。こちらはですね、移動平均線の区間を48区間と120区間に増やしました。こちら多少ゆっくりとした区間の中で、大きな波でやった方がいいだろうということになります。テスト結果3ですね。テスト結果2よりはマシになりました。ただ負けている年が4つあるというのは大して変わらないですね。最後にテスト条件4になります。今度はですね、2時間足で、48区間120区間で行いました。テスト結果です。こちらも4年間負けているんですけれども、収益は一番上がっています。やっとまともになってきたんじゃないかなという感じです。結果と考察ですね。某氏の、手法に関して検証期間を増やした結果、赤字の年が複数ありました。また環境認識を加えた結果、収益が改善しています。某氏も述べていますが、環境認識の重要性というのが改めて確認できたのではないかと思います。本動画はここまでとなります。それではご視聴ありがとうございました。